こんにちは。大阪府守口の総合整体サロン V さんの竹谷です。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。今回はですね、頚椎ヘルニア、頚椎症の人たちが症状の改善後、運動してもいいのかについてお話しさせていただきます。私としてはね、もう全然何でも OK やと思っています。例えば、筋トレ、ジョギング、あと何がありますかね、バレーボールであったりとか、卓球であったりとか、ゴルフ、もちろん全然大丈夫ですね。そういったことをね、なんかやっぱりね、一度、頚椎炎に頚椎症になられたら、そういったことやるとまた再発するんちゃうかなっていうのは、怖がってね、やらん人とかね、怖がってやってもいいんだろうかっていうことでね、よく聞かれるんですけれども、直接の原因ではありませんので、そういったことはもう全然気にせずやってもらっても大丈夫です。逆にですね、今までの経験上思うんですけれども、スポーツやってる人たちと、スポーツやってない人たちで、同じ、ただ、頚椎炎、頚椎症を患ったとしますよね。ほんなら、どっちの方が治りやすいかというと、これも何の根拠もないんですが、比較的やっぱりスポーツやってる人たちの方が治りやすいな、っていう風なね、感じはします、正直。ね、改善したら、やることによって、ほんならまた再発するのかというと、それはもう全く別物と考えてください。まあ、スポーツを続けていって、また残念ながら再発したとしても、それはスポーツをしたことが原因で再発したものではないということですね。ただ、ちょっと特殊なもの、例えば格闘技であったりとか、ラグビーとかですね、アメフトとか、直接ちょっと体にすごく衝撃を与えるようなもの、これはね、ちょっとまた別扱いにさせてくださいね。あくまでも、その、衝撃を加わらないもの、という形で考えさせてもらってのお話になるんですけどね。さすがにやっぱりね、格闘技とかラグビーとかになってくると、やっぱり再発する可能性も、再発っていうか、それが原因で症状の再発がするということもあり得るとは思います。だそれ以外のことを、考えた場合は、ちょっと繰り返しになりますけども、皆さんからよく聞かれるんですね。筋トレ、ゴルフ、まあ、この辺が一番多いんですけれども、まあ、その他バレーボールであったり、卓球であったりとかですね、ジョギングも多いですね。そういったことはもう、ウォーキングもそうですし、どんどんやってもらったらいいです。で、逆にそれをすることによって、再発予防にもなるというふうに考えております。さっきもね、ちょっとお話しさせてもらった通り、スポーツ経験、スポーツやってる人が症状、頚椎炎、頚椎症になった人時と、スポーツやってる人が、どっち言いましたごめんなさい、忘れた。まあ、ごめんなさい。もう一度言います。ごめんなさい。スポーツやってない人が、頚椎ヘルニア、頚椎症になった場合と、スポーツやってる人が、頚椎ヘルニア、頚椎症になった人では、どちらの方が治りやすいかというと、スポーツやってる人たちの方が治りやすいとお話しさせてもらいましたよね。ですので、それをね、改善後やることによって、やっぱり再発予防にもなるし、仮にですけども、また再発になった場合は、やっぱり、ね、治りやすいと思うんですね。例えば、一回、頚椎炎、頚椎症出てしまったから、もう運動をやめてしまおうと。やめて過ごしたとしますよね。で、その後も、やっぱり症状再発してからまた運動しようと思って過ごしたとしますね。どっちの方が治りやすいかというと、今のお話の通り、やっぱりもう怖いからって言って、スポーツやめる人よりも、改善後にスポーツを続けていって、再発したのが、また2回目、3回目で治りやすいはずなんですよね。だそういったことを考えてもらっても、全然ね、気にせずやってもらって大丈夫です。で、勘違いしてもらったらあかんのが、そのスポーツをすることによって、再発するかっていうと、これは違うということですね。別の要素があったっていうこと。例えば、やっぱ一番考えられるのが、姿勢ですよね。姿勢が悪いことによって再発してくるということが一番考えられますので、スポーツが原因でなるということはまずないと考えてもらって大丈夫ですのでね。はい。で、ただですね、またちょっと話は変わりますけれども、再発予防というのはね、本当にもう気をつけてもらわないと、絶対にね、再発します。もうこれは、別の動画でもね、なぜ再発するのかっていうことでね、動画で撮らせてもらってますけども、どうしても、やっぱりね、人って安心するんですよ。病気とかね、
なってたりとか、まあ、今回の頸椎炎の頸椎症でも、一回なるとね、もういかに健康のありがたさかっていうのがわかるというね、皆さんよく言うんですけども、それが治ってしまうと、そのありがたすら、そのありがたさが忘れてしまって、それがまた当たり前になってしまうんですね。ですので、それをやってることによって、またね、悪い姿勢になってきたりとかしていって、再発すると。で、再発する原因というのが、普段のその不自然の悪さであったりとか、避けられない老化っていう問題とかも出てきますんでね。そういったことに抵抗するためにも、運動をすることによって、逆に再発予防できるというふうに僕は考えております。ですので、改善後というのはですね、どんどんやってもらったらいいと思ってます。はい。それでは、以上です。ぜひグッドボタンと、チャンネル登録お願いいたします。失礼します。